はい、ウクライナ、ね、ちょっと原発が嫌な感じになってきました。原発がまたダムみたいに破壊されるんじゃないかという嫌な気配がしてきてます。まあ、原発がもし破壊された場合には、一番考えなきゃいけないのは、この偏西風に乗るんですよね、絶対。偏西風に乗ったら、まあ日本までも来ちゃう可能性もあるんですけど、その前にいっぱいここに国がいっぱいあるわけですよ。すなわちこれどうウクライナがまず吹っ飛ばすってことはありえないわけで、でもしこれやっちゃった場合にはここに自分たちもいるわけですよね。さらにこれはみんなね、仲間に対してばらまくわけだから、まあ普通じゃないですよね、もしそういうことしたら。でも普通じゃないことが起きちゃうのが今の世の中というか、まあね、これがあるからね、これが偏西風っていうのは。だから、まあどうなるんでしょうか。というか、もうぶっちゃけここ戦争やってますけど、地球温暖化の話とは随分離れてますよね。あんだけ火薬とかあんだけ爆弾使って、どん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 地球温暖化進んでると思うんですよね。もうなんかよくわからないですよね、この。地球に優しくって言ってて全然優しくないですもんね。これもぶっ壊したら優しくないもんね。まあとにかく偏西風に乗ってこの辺の人たちはもう大騒ぎになるでしょうね。はい。ってことは、この辺の人たちは責められるわけですよね。ますます。そんなことするのかなって感じだけど、ダムぶっ壊しちゃいましたからね。